今回は、新しい舞い降りる剣に対するみんなの反応集。ではどうぞ。フリーダムガンダムハーミットクラブ。ストライクフリーダムカニ式。ハサミを入れて足10本だからヤドカリじゃなくてカニだよ。舞い降りるカニ。ドラグーン部分切り抜き複製してザツコラしたのかと思ったら青いカニ背負ってるだけだった。ザツコラって彼はお客様にでもなったつもりなのであろうか。ジャスティスがこれ背負ってるよりかはまだ退治した時の絶望感控えめ。俺だけを殺す使い。なんと甲殻類なのだろう。純正はカニにでもなったつもりだろうか。タラバガニはカニ下目じゃない。ヤドカリ下目だ。今だ。涼しげでいいね。すべてはカニになる。僕は自分の手でカニをほじる。水中 B。総裁がカニに乗ってやってくるのか。ハサミからビーム撃てそう。カニ光線ってやつか。イブセマス G。アシタロンフリーダム。ガンダム X にいた。カニの食べ方も知らないあなたが、これで今だよ姉さんができるね。機体の軌道とともにカニが赤くなる。フリーダムガンダムフリーダムモード。甲殻類アレルギーを発症したシン、アスカは廃人と化した。繭が死んだ理由はオーブに攻め込んできた連合が応援に蚊に食わされたのが原因だったな。順調ひどいな。渡り蟹フリーダム。一瞬かっこいいと思っちゃったハサミは男の子。ガンダムバサーゴ。キラとアシタロンの相性は砲撃がハサミビーム2門しかないから嫌がるか。放つカニ。海に落ちる。なんか紙のハサミ部分みたいな三角形背負ったガンダムがいたような。君たちが紙に弱いから、キラキラウォーマンガニ久しぶりに見た。自分だけで紙を食うつもりか。紙アレルギーだったシンアスカは搬送された。ホビ分がだいたいこんな感じだったイメージ。渡りガニディフェンサーに乗って駆けつけるラクスには感動したよね。シン、アスカは水槽で挑んだザリガニと化した。こんな繁殖知らないよ。あなたを愛していないものに、カニを剥いてはあげてはいけません。バージョンカニ。星はヤシガニやってるからな。君らがカニに夢中だから。そういえば、そこの君らが弱いから。のところシーン個人的には無印の頃の人間味の復活みたいないいシーンだと思ったんだけど監督的には怒られると思ってたの意外だ。殴られ損ドッグ。しんちゃんかわいそう。かわいそうというがここでこの二人の間に割って入ろうとする時点でだいぶ空気読めてないのでまあ。この後やめとけってヒルダの姉さんに言われたのにまだ入ろうとしてるこの狂犬。あのマユウさんもやれやれ顔。まあそこだけ聞いたらなんと傲慢なのだろうと昔なら言われたかもしれない。まあそうなるよねって納得しかなかった。スパロボでキラがみんなにボコられるみたいな受け取り方する人のがデフォだと思ってたんじゃ。20年来のうつの患者がやっと心を開いてくれた時の医者みたいな気分になった人は多いと聞く。今と昔でうつの認知度上がったとかもあると思う。言えたじゃねえかってなった。趣旨から間開けずにやってたら監督の危惧した通りに叩かれてたかもしれんね。20年近く経過したおかげでキラの PTSD を理解できる土壌ができたんだと思う。やっと言えたじゃんって気持ちだった。見事な連携で芯殴ってるなこの2人。コンビネーションアサルト。このクリーンヒット ×2 で全然元気な芯もおかしい。キラの空振りしたパンチはそんなに痛くなかったんだろうな。あんたが隊長のを避けるから当たらないんだからしょうがないだろ。趣旨終わってから1、2年くらいで言ってたらボロクソ言われてただろうけどみんな落ち着いて改めて順調の境遇振り返る余裕できたからな。でも種子はいくらなんでもしたったらず過ぎたからああなったわけだし逆に間を置かずに出せてた方がファンもここまで長い時間とらわれずに済んだんじゃないか。本当にキャラクターとしての真相をあの当時用意できてたのか20年かけてようやく考えた真相なのかは知らんけど。当時出た小説版とかで隠居してる時の描写がうつそのものみたいなことは言われてなかったか。正直小説版は当時のも劇場版のも本編とは結構違う部分あるのであまり全部間に受けていいものでもないのが厄介。ノベライズってそういうものだし設定ってそういうのびきっくるめて整合性をとっていくものだから。お互いスウェーで避けたのが当たってただけだったのか視界すら入ってないとは。やめてよね。の時は新作ガンダム叩くために見てる奴らも多くてひねくれた感想がまかり通ってたからな。こちとら天下のガンダムだぞとか反抗的な声優欲したりとか制作側の態度の悪さも目立ったよ。ぶっちゃけバンダイもだいぶ悪いよな、無茶ぶりしまくってるし、君らが弱いから、の。君らの中心にいるのは他ならぬアスランだからな、あの頼れるアスランが。っていう絶望感は試しから2年経ちすっかりエスピオナージが板についたアスランを見ても拭えなかったのも無理はない。君らが弱いから、の吐き捨てるような言い方で、やけになってる、キラが、20年ぶりに。って思っちゃったぜ。当たり前だけど星宗一郎演技うまいね。明らかにキラが悪いのにアスランに噛みつこうとするんだから中堅だろ。この場面おっさんがいなくてよかったよな。むしろおっさんとしてもここの弱音とか抱えていたもののトロは聞いておきたかったと思うぞ。この流れでキラに加勢しようとしに行くあたり中堅でありだけん。だって相手がアスランだぞ、ちょっとは考えろよ。いや、この時点のキラの状況だとこのくらい自暴自棄になるのも仕方なくないかな。仕方ないけどそんな場合じゃないので修正してやる。キラ、お前の愛したラクスはそんな女か。前作ラストの段階までのキラでこんな感情を吐き出すシーン想像できなかったよ。もっとボソボソ言いながら縮こまってるイメージだった。ぶっちゃけ似たような文脈のやめてよねが当時は叩かれてたんだから、そりゃ監督側は似たような反応されるだろうなって思うよ。力があって強い立場のやつがより下のやつをねじ伏せてるって厳然たる事実があるんだから、実はこうなんですよ、こうなる理由があったんですよなんてのは好意的な解釈とか妄想とか言われんのは仕方ないよ。アムロとシャアの関係だってシャアとクエスやララーの関係だって誰もがわかりやすい構図に当てはめた。なのでこうして弱いと言われた筆頭のやつが一発も当てさせずにキラをボコボコにぶん殴る。ちょっと大役任されただけで気力150になる中堅だから、ここで殴ってくれるのはアスランなりの優しさだよね。一発も殴り返されないのはお前そういうところだぞ。まあアスランがやらかした時はキラがアスランだるまにして叩き落としてたり、お互いがやらかした側ぶん殴ってどうにかしてくれる、なんだかんだいい友人関係だとは思う。ここで殴り合いにならずに一方的に殴るのも面白いし、よりによってこいつが口に出さないと伝えられないことがあるっていうのが面白い。修羅に負けたりに殴られる、何役制圧される生身3連敗のシーン。純正もアスランほどじゃないけど動けるから真のダメージでかそう。普通に吹っ飛んでテーブル高に突っ伏してるからなシン。なんでアスランに殴られて吹っ飛んでもしれっと着地決めてんだ純正。なんで即座にしたって着地して反撃できるんだろうね。戦闘訓練とか一応してたのかな。してないんじゃなかったっけ。死後のファンディスクでも戦闘はモビルスーツ戦以外から騎士だと言われてるし、あれアスランが肩で一致してハーハーしてる直後の座り込んでるところでキラは肩で一致してないんだよな。 GBA のゲームだと AA 一周マラソンとかマリュウさんやムーさんと生身を使う訓練はしてたな。なお伝えてもかがりに腕相撲でボロ負けした模様。なんか最強のコーディネーターで感情出さず平和のために戦場を完封する装置みたいな偶像が崩れて、ただラクスが好きな一人の人間に戻るみたいなシーン見てうるっときてしまった。なんなら他に殴れる立場の人がそうそういない、殴って説得できるぐらいの腕前の人もそうそういない。マリュウさんならハッ倒すまでならできたかもしれない。ここのキラの言葉は AA 組こそぶっ刺さるから何も言えねえんだ。真面目にアスランがぶん殴って分からせるのは正しい。まさに弱いから強い人に頼りまくってたもんな。それこそストレス溜めてやめてよねが出てくる程度には AA 組は実際にキラに頼るしかなかった人たちだから、ここではな。20年前だとシャアはロリコンとかアムロがその気ならリガビで落とされてた雑魚とか言われてたな。今は、一般性癖、毒物。なんかインタビューとか見てるとバンダイが1年で続編作ってって要望出したり監督と嫁がヤバい新主人公だと話しかけないって早めに気づいてたりクソみたいな制作環境だった話がポロポロ出てくる。ガンダムシードの世界が一軍人の立場に過ぎない芯が同行できる世界じゃなさすぎるからな。勇者ロボ作りつつ監督逃亡して制作体制崩壊したガンダム現場を立て直しながら準備期間5ヶ月で新作作りつつテレビ朝日のゴタゴタに巻き込まれた前例があったからな。激務とかいうレベルじゃねえ。君たちが弱いから、もう書くことねえわできっぱりと続編拒否した今川とどっちが良かったかって話。嫁はガンで子宮摘出したばかりだったし確実に寿命縮めたはずだし。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。